11月場所2日続けてね、7日目と8日目、一気に見ていきたいと思います。7日目の取り組み、十両から、貴源治対宇良との戦いから始まりました。宇良押し出し、水戸龍対千代の海、千代の海押し出し、藤安住対旭秀鵬、旭秀鵬はたき込み、藤安住は残念ながら7連敗というね、一度も勝てていないというような状況です。白鵬山寄り切りで錦富士を破りました。上皇龍対大翔丸、大翔丸が押し出し、千代鳥すくい投げで東龍は残念ながら負けてしまいました。剣翔対若元春、剣翔が寄り切り、美濃海対極端性、美濃海押し出し、勢い対秀の海はたき込み、千代丸対大奄美が寄り切り、琴富士対松鳳山、琴富士が押し出し、錦木対千代の王、小手投げで錦木の勝ち。残念ながら琴将棋休場という引退ということになってしまいましたのでね、こういった形になりまして秋様が不戦勝ということになりました。それでは十両の石浦がですね、幕内に、久しぶりにね対決しまして琴ノ若に勝利しました。石浦押し出し、はい。続きまして豊昇龍対千代の国、豊昇龍が渡し込みというねちょっと珍しい取り込みで千代の国残念ながらね、いっぱいとついてしまいましたね。押し方相撲だったかと思います。島の海対海星、島の海送り出し、豊山対、千代大龍は千代大龍が突き落とし、佐田の海対千代翔馬、すくい投げで佐田の海の勝ち、逸ノ城対明生が寄り切り、竜電対天空海、より、上手出し投げで、天空海の勝ち、炎鵬勝てません、琴恵光に小手投げで敗れております。栃ノ心対遠藤、栃ノ心が寄り切り、照強対玉鷲がはたき込み、宝富士対徳勝龍、宝富士が寄り切り、青山対琴勝峰、青山はたき込み、妙義龍対大栄翔、大栄翔が、突き出し、大野翔対翔猿が送り出し、高安対霧馬山、高安が寄り切り、照ノ富士対 若隆景、照ノ富士がすくい投げという圧倒的な相撲を見せまして、照ノ富士7連勝、輝対高野里、輝が引き落としで勝ちまして、3勝としています。御嶽海対北勝富士、御嶽海が押し出し、貴景勝対隠岐の海、貴景勝が圧倒的な相撲を見せまして、7連勝としております。そして、8日目の取り組みということでこう見ていきたいと思います。8日目の取り組み、幕下矢後がですね中央との取り組みとなりまして、錦富士と対戦して、なんと勝利を収めております。水戸龍対貴源治寄り切り、藤東は残念ながらもう早くも負け越しが決まりました。これは幕下に下がってしまうのもしょうがないというところでしょうか。白鵬山に押し出しで敗れています。千代の海と大翔丸、千代の海がはたき込み、極大世帯上皇龍が突き出し、旭秀鵬と勢い、旭秀鵬が押し出し、千代鳥対宇良は宇良が押し出し、剣翔対東龍が送り出し、石浦上手出し投げて若元春は破りました。琴富士対水戸海、美濃海、負け落としという、珍しい取り組みで、琴富士の勝ち。秀ノ海対松鳳山、秀ノ海が上手出し投げ、秋山対錦木、秋山は上手出し投げ、大奄美対千代の王と千代の王は、大奄美が寄り切り、そして千代丸久しぶりで、幕内との対決でした。島の海との対戦でしたけども、残念ながら勝つことはできませんでした。島の海寄り切り、豊昇龍対一ノ城、豊昇龍が寄り切り、豊山対琴ノ若、琴ノ若を送り出し、千代翔馬対海星、千代翔馬を送り出し、天空海対炎鵬は炎鵬残念ながらね、負け越しが早くも決まってしまいました。上手ひないで、勝っております。これはもしかしたら重量下がってしまうかもしれませんね。豊山対佐田の海、豊山突き出しで、勝っております。はい、青山でしたね。栃ノ心対明生、栃ノ心はたき込み、千代の国負けてしまいましたね。2連敗ということにこうなってしまいました。寄り切りで遠藤が勝っています。宝富士対琴恵光、宝富士が寄り切り、徳勝龍対玉鷲、徳勝龍はたき込みで、勝っています。照強対琴勝峰押し出し、輝きて沖の海が寄り切り、霧馬山対若隆景というね、前柱筆頭という取り込みでしたけども、若隆景が、一気見に行きまして押し出しとなっております。霧馬山ちょっと苦しい場所になってしまってますね。
照ノ富士は大栄翔。照ノ富士ね、惜しかった相撲でしたね。ここで土がついてしまいました。押し出しで大栄翔の勝ち。照ノ富士8の、黒星となりました。大野翔対高安。高安、叩き込みで勝っています。御嶽海対翔猿。御嶽海が上手投げ。妙義龍対隆の里。妙義龍が押し出し。そして貴景勝はね、唯一の、全敗全勝力士ということで引き落として、北勝富士を破っておりますということで、ね、貴景勝がね相変わらずの強い相撲を見せているというところ、貴景勝がね、まあこうずっと勝っていてね、照ノ富士残念ながらこう負けてしまいました。で、まあね、貴景勝の後を追うようにですね、照ノ富士そして宝富士そして、志摩ノ海とこうね、巡っていくような試合に展開になってきました。今後もね、非常に楽しみな、ね、大相撲が続いているんじゃないかなと思います。はい、ということで最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。